怖いよ。大丈夫、心配しないで。さあこっちよ。に手は出させない。あなたたち、受けて立つ。よし、思いっきり戦うぞ。ダメ、この子たちをこれ以上傷つけさせるわけにはいかない。あそこにさえたどり着ければ。抑えられない。吸い込まれ。
前がいなくなったら俺は。あなたはどうか無事に帰って。お姉ちゃん、必ず必ず助けるから。おはよう。昨日寝れた？今朝地震あったよな。うん、マジでビビった。教育史跡ってどの辺でしたっけ？ちょっと待ってね、こっちに詳しい地図。おはよう。あ、もうびっくりさせないでよ、ミノルくん。ごめんごめん。朝から元気だな。ミュウ、そろそろ起きろよ。おいミュウ、飯が冷めるだろ。あいつまた一人で。ビー、雪？じゃあ取るよ。おい邪魔だろ。わあ、態度悪。そんなんじゃ女子に嫌われるよ。うっせえな。続いてニュースです。今朝5時ごろ、鹿部市で震度3の地震がありました。これここじゃない？落石事故が起きており、警察や消防では地域に警戒を促しています。ここは一体。お、群発する地震により土砂災害の危険がありますので、引き続き鹿部市近隣にお住まいの方。おいおい、見学先の安全性とか大丈夫なのかよ。よしみんな、そろそろ出発の時間だ。引率の OB の言うことをよく聞くように。遊びに来たんじゃないんだぞ。時間厳守で行動すること。てりえ。たくま？ああ、なんでもない。ようたくま、今日は史跡巡りだっけ？
あんま面白くなさそうだよな。ミノル、まあそう言うなよ。こら、二人とも、そんなこと言ってはダメよ。遊びに来たんじゃないって言われたでしょ。はーい、葵さんごめんなさい。もう、またそうやってふざけて。ちゃんと今日のコースのおさらいをしないとまた迷子になっちゃ。迷子って葵さんさ、俺もう子供じゃないんだぜ。どうしたんだ？ほら、まただよ。また落石事故のニュース。ああ、ここのところ連日よね。大丈夫かしら？大きな地震の前触れだと怖いわね。いや、それもだけどさ、ちゃんと見てよ。これ今日見学に行くところの近所だよ。本当だわ。今日の予定は大丈夫なのかし。はーい、皆さん落ち着いて。大丈夫です、大丈夫ですから。何か問題がある際には先生からちゃんと指示がありますから、落ち着いてください。安全確保に関しては先生方や保護者の皆さんでちゃんとやってくれているはずだし、大丈夫だから。本日の目的地の史跡へさあ向かいましょう。ああ、まだやってるよ。修二さんも真面目すぎるんだよね。二つも年上の高校生に失礼なこと言わないの。はーい、葵さん。ミノル君は私が上級生ってことも忘れてはいないかしら。葵さんも俺が下級生ってこと忘れてない？もっとさ、こうこらーってさ、上級生活吹かせて叱ったりしてみようぜ。そんなの私にできるわけがないでしょ。さ、私、そうだな、行こうぜタクマ。感じだよね。本当ね、自然が豊かな場所だからかしら、なおさら綺麗に見え。綺麗な景色だけど、
ずっと見てるわけにもいかないよな。みんなに遅れないように急ごう。ちょっとくらい見てても平気だって。あんなとこにサキとリョウがいるぜ。先に史跡へ向かっていたのね。桜を前にして舌打ちって人としてどうかしてるって。まったく、こんなにもうららかな校外学習日和だってのにさ。そんな日和聞いたことねえ。それより見て、この桜。
葵さん知ってる？桜の木の下にはね、死体が。そういう話は今はいい。それより私たちもそろそろ史跡の方へ向かいましょう。みんなが向かった方はなんか参道じゃない？大変そうだな。あれ、あんなところに。え、なんでパトカーが。まいったな。どうやらここから先は。ああ、ほんとだ。立ち入り禁止のテープも貼ってあるわ。もしかして、ミノルが言ってた落石事故とかと関係ある。だったらやっぱ心配してた通りじゃん。何が大丈夫ですからだよ、ノートクマ。困ったわね。史跡まで行くにはここを通らないと。何の史跡だっけ。だからどうしてミノル君は予習してないの。ほら、獣神にまつわる。その獣神ってのが俺にはピンとこねえんだけどな。仕方がないわ。ここはひとまず引き返すしかないのかしら。引き返す前に何があったのか、あそこで話を聞いてみようぜ。あれ、あんなところに亮と咲だぜ。先に行ったと思ったらあんなところで寄り道してたのか。それよりあの女の子は誰かしら。良いか、よろしいかな。このたたりって今時き、くだらね。そう、
無遠慮で態度の悪いよそ者たちが来て山を荒らし、この神聖なる山は獣神様を祀った社のある、おいそれと足を踏み入れてよい場所ではありませんのじゃ。何が獣聖域だよ、ば大方わけのわかんねえし。亮ったら、ちっちゃい女の子には強気に出ちゃって。ばっちげえよ。くっ、田舎もんって失礼だ。この辺りにはね、ちゃんと立派な新しく建てられたまがいものじゃなくて、神社って普通は古事記に載ってるような神様が祀ってあるんじゃない？それかお稲荷様とか、そんなのかな。違う違う、地元の人しか知らないような不思議な獣の神様なの。うちもさ、こっち来てから初めて知ったんだよ。ひっ、なもん本当にあるのか。あります、ありますとね。ミュウ、お姉ちゃんは。私はさっき、それでこっちの態度悪いのがリョウ。ねえねえミュウちゃん、その地元の人しか知らない神社。そりゃいいけど。なんだ物好きだな、そんなもんあるわけねえだろ。あるって。だってほら、見学の予定なくなっちゃったし、暇だしさ。戻ってもどうせ穴埋めの教材学習でしょ。寮だってあれ苦手じゃない。寮もさ、ついでに見に行かない？くだらねえな。くだらなくなんてない。そうかいそうかい。おいガキ、みゆだったらそこ案内しなよ。嘘だったら承知しねえぞ。史跡の代わりの校外学習になるわけもないでしょうに、サキさんったら。いや、そういう殊勝な目的じゃないと思いますよ。大体何の神社かもわからないのよ、勝手に行っていいわけないわ。わからないの？うん、少なくとも地図、本当に地元の人しか知らない神社なのか、それともあの…なあタクマ、どうする？待ちなさい。ん？どうしたの葵ちゃん。ここから先は落石とかあって危険なのよ、大人の人の指示がないところに。もう葵ちゃんは硬いな。硬いんだ。そうそう、カッチコチにね。葵ちゃんは生真面目だから。何を言うの。そんな堅物のままじゃモテないよ。このお姉ちゃんモテてるじゃない。ほら、男の子二人も連れて。あ、そっか。だからああ、日頃いじられ慣れてないから葵さんもう真っ赤になってな。大地さん、危険な場所なら侵入禁止になってるでしょ。それにこれだ、獣神様の社は別に危険じゃないよ。土砂崩れでそこの道は通れないけど大丈夫なの？うん、その道とは別の道があるんだ。土砂崩れですけど。じゃ、お先にね。亮も何黙ってん。うるせえ。結局聞く耳。もうあんなのほっとこうぜ。葵さんもさ、そんなしょげてても仕方ないだろ。しょげているわけでは。とにかく僕たちは次にどこに行けばいいか
誰かの指示があるまで、それかこのまま校舎まで引き返す。それはそれで面倒なんだけどな。それよりも何があるかわからないし、やっぱりサキさんたちを追いかけないと。そうだね。なんだか暗くて薄気味悪いトンネルだな。ああ、それに、なんだかここだけ気温。ちょっと、変なこと言うのは。まさか、心霊スポット的なあれだったり。やめてってば。そんなことより、二人を探さないとでしょ。サキさんたち、いないわね。もっと先に行ったのか。おーい。あ、誰か来たぞ。ほら、修二さん。ダメじゃないか、みんなとはぐれてしまっては。土砂崩れで研修先に行けないトラブルが。すんません、でもサキとリョウがこの先に行ったみたいで。まったく、りょうくんも年長者としての自覚を持ってほしいものだ。名簿にサキくんたちの電話番号があったはずだから、とりあえずかけてみるか。にしてもさ、あの女の子が言ってた獣神ってどんなんだろうな。さあ、多分。もうミノルくんたら、今日行く予定だった史跡の説明聞いてなかったの？この地方に伝わる獣の姿をした神様だって教えてもらったじゃない。あの子は他では見たことないって言っていたから、きっとこの土地の珍しい動物なんじゃないかしら。それが神様になってたたりを起こしてんの？嘘だ、そんなのあるわけないじゃん。昔の人はわからないことを神様のせいにしたのよ。それでお供え物をしたりしてたたりを鎮めようとしたの。きっとその神社も今はほとんど人が来なくなっちゃって、地元。ま、そんなもんだよな。ダメだ、サキくんだけでなくリョウくんにも繋がらない。そっか、こんな山ん中じゃ電波も届いてるか。君たち、確かにこっちの方向にリョウくん。それは、はい、待ち。この辺にはあいつらはいないようだな。地図に載ってないからどこを探していいかわからない。仕方ない、とりあえずリョウくん、サキくんたちを拾って、このトンネルの先だね。よし、行こう。